第54回ユーロビジョンソングコンテストは2009年5月12日から5月16日にかけてロシアモスクワのオリンピックスタジアムにて開催されたコンテストではノルウェー代表としてフェアリーテールを歌ったアリアクサンドル・ルイバークが史上最高得点の387点を得て優勝した2位はアイスランド3位はアゼルバイジャンであった前年までとは 投票方式が変更され、決勝では各国の審査員による投票が再導入され、電話投票と併用される。準決勝は前年までと同様である。42カ国が参加を表明している。スロバキアは今年から大会に復帰すると表明し、他方でサンマリノは資金的な理由により今年の参加を見送る。 ラトビア、グルジアは参加自体を表明していたものの、欧州放送連合が後に、両国は大会に参加すると言明した。しかし、その後グルジアの参加局は、局名や歌詞が、政治的であるとして、欧州放送連合が、この変更を求め、グルジア側はこれに対して大会への参加の自体を、表明した。大会の司会は準決勝が、 ナタリア・ボディアノバとアンドレイ・メロブ、決勝がイバン・ウガントとアルスーである。大会は前年にベオグラードで行われた2008年大会でロシアのジーマ・ビラーンがビリーブを歌って優勝したことによりロシアが開催国となる。モスクワ市長は難色を示したものの首相のウラジーミル・プーチンは直ちに同大会がモスクワで開催されるとした。また、 大会を主催するチャンネル1は、モスクワのオリンピックスタジアムを会場とすることを提案した。この提案は、欧州放送連合によって審議され、2008年9月13日に認められた。大会を監修する、ブラジーミル・チュリーリンは、会場の緊急回収が必要になるとの噂を否定し、ユーロビジョンソングコンテストのために回収をする必要はない。 我々はいつでも2万5千人までの監修を受け入れ可能だ。と述べた。ニューヨークを拠点とするデザイナーのジョン・キャッシーがステージのデザインを手掛ける。舞台はコンテンポラリー、ロシアーバンギャルドのテーマに基づいたものとなる。キャッシーはかつてダブリンで行われた1997年大会のステージのデザインも手掛けている。キャッシーは かつて1998年のモスクワでのテフィー賞で、ロシア人と仕事を共にした頃よりも前から、ロシアバンギャルド期の芸術、特に建築家に着想され、引き付けられてきた。大会の舞台のデザインには、ほぼすべてが異なる種類の LED スクリーンで構成される、現代的なロシアバンギャルドを持ち込むことに挑戦した、と話している。キャッシーはまた、 各種の LED が集まって完成された姿を形作る。舞台の大部分は可動式であり、関係の一部を切り取った形をした数多くの曲面 LED スクリーンもすべて可動式で曲に合わせて異なる雰囲気を作り出すことができる。とした。各国それぞれの代表が歌う前の導入部で用いられたビデオクリップは以下のようなものであった。 大会を主催するロシアのチャンネル1は2009年大会のロゴとテーマを発表した。袋ゴは伝説の鳥を元にしており多彩な色で描かれている。これまでの大会と同様袋ゴは通常のロゴと共に使用される。この年の大会では2001年大会以降初めて大会のスローガンはなしとなった。大会の形式に関する議論は 2008年6月にギリシャのアテネで開かれた欧州放送連合の会合でなされた。この時の提案ではフランス、ドイツ、スペイン、イギリスのビッグ4を自動的に決勝進出とする従来の形式の廃止を求めていた。しかし、後にビッグ4の決勝進出は保障されると言明された。政治的な論争を引き起こすような 近隣国や移民による投票に関する大会を放送する各国の放送局からの不満に応えて欧州放送連合は2009年大会での投票方式の変更の可能性をもって投票方式の見直しを行った欧州放送連合は参加する各国の放送局に対して質問状を送りそれに基づいて調査団は2009年大会の投票形式の案に 各放送局の要望を反映させていった。ポーランドで大会を放送するポーランドテレビはユーロビジョンダンスコンテスト2008で用いられたのと同様の国際的な審査員を取り入れることを提案し、それによって近隣国による相互投票の効果を減らし、曲の芸術的価値に基づいた評価が反映されるとした。その結果、コンテストの決勝では 各国は電話投票の結果と審査員の判断等を50%ずつ反映して他国に投じる得点を決めることが決定された。準決勝の選考方法は前年までと同様であるが、準決勝の上位9エントリーは決勝に進出し、10エントリー目は審査員によって選ばれる。審査の方法の詳細については、12月の調査団の会合の後に発表される。 各国の審査員の仕組みは1997年以降縮小し、他方で2003年からはほぼ全ての国で電話投票となっていた。オーストリアのオーストリア放送協会の娯楽の責任者、エドガー・ベームは決勝に進出する10エントリーのうちの一つを審査員が選ぶ2008年の方式でもなお多くの国々による 政治的な選考による投票を許してしまうとして、欧州放送連合によって、準決勝の構成について、明確なガイドラインが制定されない限り、オーストリアは、モスクワでの2009年大会には参加しないと、言明していた。決勝で審査員を導入する決定にもかかわらず、準決勝に関する問題のため、オーストリアは2009年大会にも参加しないことを、決めた。 2008年同様、国内への決勝の放送はされる予定である。2009年1月30日、各国が2つの準決勝のうちいずれに入るかが決定された。2008年大会と同様に、まずすべての参加国は、過去の投票傾向に従って6つの組に分けられる。組分けは、相互に高得点を投票し合う可能性の高い国が、 同じ準決勝の中に入らないように決められる。作成された6つの国の中から、どの国が準決勝の1日目に、どの国は2日目に参加するか選ばれる。準決勝に参加せずに決勝に進む、国々のうち、ドイツ、スペイン、イギリスは1日目の準決勝に投票し、フランスとロシアが2日目に投票することも決定された。準決勝と決勝の登場順序と、 投票順序は2009年3月に発表される。決勝に参加した国準決勝で敗退した国過去に参加したが、今年は参加しない国準決勝の1日目に参加する、国準決勝の2日目に参加する国準決勝の1日目に、投票する国準決勝の2日目に投票する、国欧州放送連合による最終的な参加国の一覧が発表され、 43カ国が2009年大会に参加することが確認された。参カ国の中には11年ぶりに大会に参加するスロバキアもある。グルジアは主催国ロシアとの南オセチア紛争に抗議して不参加を発表していたが、ジュニアユーロビジョンソングコンテスト2008での優勝や同大会でロシアからグルジアに12得点が送られたことなどから、 一転して大会への参加を決めた。欧州放送連合のユーロビジョンのスーパーバイザース版テストキシリアスはモスクワでの大会に参加する国の数は最多となる。つまり44カ国以上の国が参加する可能性があったが、今はその可能性は低いとた。最終的に42カ国が大会に参加した。サンマリのヤモナコが 大会に参加するといった噂が起こった。モナコの放送局、テレモンテカルロは、2009年の大会復帰に関して、欧州放送連合と話し合いがあったことを認めた。同じ頃、サンマリノの放送局、サンマリノ国へ放送が、2008年大会での、不審を理由に2009年大会への参加を、見送るとの噂が流れた。最終的に、 サンマリノは参加への意欲を表明したものの、資金面での困難により、大会への参加を辞退せざるを得ないとした。ラトビアの放送局、ラトビア国営放送が、2009年大会への参加を取りやめることが、最終的な参加締め切りの3日後である2008年12月17日に、報じられた。これは、ラトビア国営放送の200万ラッツ以上の経費削減によって、 参加費用の捻出が困難になったことによる。ラトビア国営放送は、欧州放送連合に対して、資金面の困難を主理由として、参加自体の意図を伝えた。ラトビア国営放送は、ユーロビジョンソングコンテストに参加する道を模索し、欧州放送連合と話し合いに入った。2008年12月20日、ラトビア国営放送は参加の取りやめを発表し、 また欧州放送連合とチャンネル1はラトビアに対して締め切り後の参加自体に対して罰金を課さないことで合意した。ラトビア国営放送はまた2010年大会への参加意欲を表明した。しかし2009年1月12日ラトビアが2009年大会に参加することが発表された。参加する国々は それぞれ各国独自の国内選考で代表者を選出する。放送局による内部選考で代表するアーティストと楽曲が決められた国もあれば国内大会を開催し視聴者も参加しての選考が行われた国もあった。2009年の各国代表の中には過去のユーロビジョン大会に参加した経験のある二人のアーティストがいた。 1998年大会と2005年大会に参加した、マルタのキアラ・セラクーザ、2004年大会に参加した、ギリシャのサキス・ルーバスが共に2009年の本大会に参加している。38の国々が1日目あるいは2日目のいずれかの準決勝に参加する。準決勝の組み合わせは2009年1月30日に発表された。 準決勝1イコール決勝進出国準決勝に以下は登場順である。主催国のロシアとビッグ4の国々は準決勝に参加せずに直接決勝に進むことができる。したがって以下の5カ国は決勝から参加することになる。最終的に決勝には25カ国が参加する。イコールビッグ4イコール主催国決勝での開票決勝では 視聴者投票の開始時には、国際宇宙ステーションと中継がつながり、日本人の宇宙飛行士、若田光一が、カウントダウンによって視聴者投票の開始を告げた。決勝では、以下の順序で各国からの得点が公表されていった。スペインベルギーベラルーシマルタドイツチェコスウェーデン、アイスランドフランスイスラエルロシアラトビアモンテネグロ、 アンドラフィンランドスイスブルガリアリトアニアイギリスマケドニアスロバキアギリシャボスニアヘルツェゴビーナウクライナトルコアルバニアセルビアキプロスポーランドオランダエストニアクロアチアポルトガルルーマニアアイルランドデンマークモルドバスロベニアアルメニアハンガリアゼルバイジャンノルウェイ12点以下の表は最高得点である12点がそれぞれどの国からどの国に与えられたかを示す グルジアが5月12日の準決勝1に参加することが決定してから、グルジア代表を選出する国内大会が開かれた。選ばれたスティフォン &3G の楽曲、We Don't Wanna Put In は、その歌詞が、ロシア首相、ウラジーミル・プーチンに関する政治的安尉を含んでいるのではないかとする理解に、基づく論争が起こった。欧州放送連合は、 政治的アニュを理由として、これを大会規定に反すると言明し、この楽曲を拒絶した。欧州放送連合は3月10日、グルジアでの放送を担当するグルジア公共放送に、対し、歌詞を変更するか別の楽曲を選ぶよう求めた。グルジア公共放送は変更要求を拒み、この楽曲には、 政治的な示唆は含まないと反論し、欧州放送連合による拒絶はロシアからの政治的圧力によるものだとした。このようにして、3月11日にグルジア公共放送はグルジアの大会不参加を決定した。欧州放送連合はこれに対して特にコメントはしなかった。5月11日、このバンドは楽曲に政治的な願意があることを認め、その目的が モスクワで、プーチンを当惑させることであったとしている。彼らは、欧州放送連合が彼らのメッセージを、大会から排除したと主張した。同性愛は、悪魔的であるとするモスクワ市長、ユーリルシコフへの抗議として、ロシアの同性愛者の権利活動家、ニコライ・アレクセーフは、ロシアで大会が開かれることを、同国の LGBT の人々の権利状況を、 アピールするために利用した。アレクセーフは毎年行われるモスクワのプライドパレードであるモスクワプライドを2009年は国際反ホモフォビアの日の前日にあたる5月16日とするつもりだと発表した。パレードはスラブゲーパレードと名打ちヨーロッパのすべてのスラブ人の同性愛者の権利を広報するものとした。モスクワ市当局はパレードを 社会秩序を破壊するとして拒否した。そして参加者には強く対処する。強い措置は全てのパレード参加者に対して取られるとする声明が発表された。ユーロビジョン決勝の日に行われたパレードではニコライ・アレクセーフやこの動きがロシアの人々が自由ではないことを示すものとしていた人権活動家のピーター・タッチェルを含む20人の参加者が モスクワ警察に逮捕された。ユーロビジョン大会のスウェーデン代表であるマレーナ・アーンマンは抗議者を支持し、自身は同性愛者ではないものの、ファンへの支持を表明するためなら喜んで、自身をゲーと呼ぶと述べた。アーンマンは、モスクワ市政府が愛を称賛することを認めないのは悲しいことだと、言明した。ノルウェー代表のアリャクサンドル・ルイバークも、また支持を表明し、 ユーロビジョンソングコンテストそのものが大きなゲーパレードであるとした。スペインの放送局テレビシオンエスパニオーラはチャンネルトゥブに似てマドリードオープンテニストーナメントを放送していたため、スペインでのユーロビジョン大会の準決勝2をモスクワでイベントが始まってから66分遅らせて放送し、視聴者の電話投票の代わりに複信を使って投票を行った。 このルール違反のために、スペインは、処罰を受けることが決定した。スペインはすでに別の番組との衝突回避のために、スペインが投票する準決勝を1日目から2日目に変更した後のことであり、準決勝1日目に参加していた、ポルトガルやアンドラは、スペインが1日目で投票していれば、文化的禁止性のために、スペインからの高得点を期待できたことから、スペインは、 両国からの批判を受けた。準決勝二日目の翌日、エルムンドは、もし、スペインが2009年大会で優勝すれば、翌年のユーロビジョン大会はスペインで開催される、ことになるが、支部が大会を主催したくないがために放送遅延を意図、したのではないかと推察した。ABC での声明では、遅延の技術的問題点について指摘した。 アルメニアとアゼルバイジャンの間では、準決勝から決勝の間にかけて一連の論争が展開された。準決勝でのアルメニアの演技の前に映し出された、導入用のポストカードと呼ばれた短編ビデオクリップで、他の建造物と共に、我らの山記念碑が映し出された。我らの山は、法的には、アゼルバイジャン領となっているナゴルノカラバフの首都、ハンケンリ。 ステパナケルトにある記念碑である。この記念碑はソビエト連邦時代にこの地のアルメニア人の伝統を祝福するために建造されたものであり、アゼルバイジャン領となっているカラバフ地域はアルメニア人からは民族の故地であると主張されている。アゼルバイジャンは欧州放送連合に対して記念碑はアゼルバイジャン領に存在しており、このビデオクリップは 需要不可能であると説明した。その結果、決勝では、アルメニアのポストカードからは、我らの山は取り除かれた。これに対する報復として、決勝の演技が終わった後、アルメニアから送られる得点を発表する場面では、アルメニアの印書は背面に、我らの山が映された、クリップボードを手に持ち、これを繰り返し見せるとともに、背後のスクリーンに映された。 エレバンの街中の映像にも巨大なモニュメントの画像が映り込んでいた。優勝者のノルウェーは複数の新記録を生み出した。ありがとうございます。